佐藤みけいろうあこです。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。え、誰、また行ったの?。え、誰、誰、誰、また行ったの、誰?。私でーす。 てしまいました階段降りれません歩けません走れません大丈夫ア生きてる ドクドクしてるんだけど、私の心臓映ったんじゃないでしょうね。皆さん、前回の地獄絵面覚えておりますでしょうか前回、地獄の山に登ってきました。1500メートルやばいに登ったのね。遭難仕掛けたんですね。で、もう本当にやばいと思ったから、もう登山大好きで、まあ、結構の山登ってる友達におすすめの山を聞いたら、神奈川県の大山っていう山があるのね。この山おすすめだよ、みたいな。で、前回の山、遠野岳って言うんだけど、遠野岳登れたんだったら余裕だよ、みたいに言ってもらって、え、マジみたいな。え、最高、みたいな。え前回 本当に死に死かけたんで今回は絶対に歯ぐらいがいいと思ったの。でも、前回、あの、なんで遭難しかけたっていうとですね、まあそもそもまず出だしから間違っていまして、山を登り始めたのが11時。誰も登って ないみんな下山ちゃんと朝から登らないとダメだってね、学んだ。だから、よし今回は、車中泊しよう前日のマジもう9時半ぐらいから家出て、あのもう着いてもう山の近くに温泉とかも入って、もう綺麗な状態で、よし 車中泊しよう。うもうその時点でおかしいんです。車中泊するような距離じゃないんです。大山は。車で、だいたい、もう1時間半ぐらい行ける距離だろうね。神奈川県だから。それで、山の近くのね、マーキングエリアみたいなところでさ、車でさ、えー、寝ますよね。寝ますね。で、よし、もう明日は絶対もう6時ぐらいから登ろうと思って。で、もう寝るじゃん。5時ぐらいに起きる予定だったね。で、パッと起きたら8時。 で、8時になるんですか車中泊しないで夜出た、ここから出た行った方が早い。サ沢サさんからもう間違ってますよ。私もう街に出だしから間違えちゃったの。まず普通に車でただ寝ただけ。え、車好きの人。むしろめちゃくちゃあの車のあの座席めちゃ倒して、もうほぼ床ぐらいの、ほぼ床ぐらいまで倒して寝てめちゃくちゃ居心地よかった。で、8時に起きて、やばいやばいやばいみたいになって。それで、あの前回の反省を生かして、前回はもう本当にもうただの ほんと T シャツみたいなスニーカーで登ったからそれで遭難しかけたんだよ。今回は絶対間違えられないと思ったから服も全部揃えていったね。登山の靴、登山のもうあのスティックみたいな揃えていたんですけど、とにかく可愛い色にしようと思ったから全身ピンクだったねクマのおもちゃにされるだろう全身ピンクで言ったらクマのおもちゃにされると思って。でもこれで絶対遭難しないと思ったね。ね。それで車でブーン行くじゃん。そしたらさ、道間違えちゃって。山に着いたのが9時。 家から1時間半で着く山に、なんで9時に着くんですか普通に朝起きて家から行った方が近かった。 そら時点でやばいじゃん。だから一緒で準備してさ、もう一緒もううね、公園ね、昼とか出るからさ、もう舐め靴下こんなん、こんなん履いてさ、で、頭もかぶってさ、よしみたいなで、心もカチャって、こうカチャして、ニコね、カチャカチャして、スティックを持って、おい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 、みたいな感じでね、行ったわけ。で、大山は何がい,いって、ケーブルカーがあるの。途中までケーブルカーでみんな行って、 でそっから登山して山頂まで行って戻ってきてまたケーブルカー乗れるっていうもう最高のシチュエーションない。だからケーブルカー乗れると思ってさそれで行くじゃんでももう9時だからさもうみんなさいないと思ってさでも意外と人いるんだけどえー、やばいどうしようと思ってさみんなそろそろ下山し始めたんじゃないかと思ってさ遅刻だから普通に考えて6時ぐらいから登るつもりだったよねもうごめん 最悪と思ってさ、急いで行ったらケーブルカーが始まる時間が9時だっためちゃくちゃラッキーがあるおい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 9時からだったから6時から登ろうと思って行ってたらアウトですよ私3時間もケーブルカーのふもとで寒いよーってマジで普通にクマちゃんと一緒に待つところだったら3時間むしろ良かった9時で本当に山の神様ありがとうございましたむしろそれに合わせてきましたみたいな会場で並んだらねであの並んでる途中にちょっとあの登山の友達が教えてくれたり 山のの難易度を調べようと思ったの前回の東野岳は調べたら中級者レベルだったね。あの前回の本当にあの東野岳は本当に死ぬレベルだった1500メートルなんだけど、本当に皆さん登らないでくださいね。絶対に。こうやって地獄の山だったのね。もう二度と登ったらいけない山なんです。本当に。で、それが中級者レベルだったの。まあでも今回の大山はもう本当にもう楽勝って言われたからもう大丈夫だろうと思って。で、まあレベル調べたね。同じサイトで。そしたら上級者レベル。 マジで死ぬほど疲れて下山できないってなって、飛行機を呼びかけた。あの山が中級者レベルで、今から登ろうとしてる余裕って言われた。山が上級者。どういうことな友達。 したと思ってもう楽勝のさ、気持ちできちゃってて、ケーブルかまってんだよ。しかももう一つやばいことが、あのさっきあの見せてもらったこちらね、私の服装なんですよ。全身ピンクで言ったわね。で、上級者の山なのみたいな感じで周り見たら、あのすごい見,見られてて、え、なんだろうと思ったらね、みんな服装が黒とか茶色とか、あのグレーとか緑とかのね、そこに一人だけこれめちゃくちゃ黒かめちゃくちゃ舐 え、どうしようみたいな。<laughs> 遭難した時にすぐ見つけてもらえるように、ちょっと派手なな、感じの着ましょう、みたいなさ、そういうさ、教育があるかと思ったからさ、まあまあ言うてもね、全身ピンクだけど、まあまあ言うても紛れ込めるでしょ、と思ったウキ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 まくり。<laughs> みんな黒とか、緑とかだから、ケーブルカーの長男、長男の列に打ちしてるだけ。<laughs> まあ、ピンク <laughs>。で、まあ、それをまあいいとしてさ、な、んでだたね、そしたらさ、やっぱりみんな、スティックとか持ってんの。よっしゃみたいな。そしたらね、なんと、超最高なことに、みんな、 とか連連れれてててんんのワンちゃんを登山にね連れてってるえ、大丈夫かなみたいな。あんな小さなお花でさ、息吸えると思って、上行ったらさ、え、酸素少くなるじゃん、山の。でもう心配で心配で、前とか後ろとかにもね、ちっちゃい柴犬ちゃんとか、ちっちゃいね、ダックスフンドちゃんとかね、いるわけよもう。もうそれだけで頑張れると思って、上級者レベルだけど、それだけでもううちのやる気のボルテージがマックスになったのね。で、それで、ケーブルカーね、お待たせしました、みたいになって、マジユりかもみたいなみたいな感じだったね。めちゃくちゃすごいの斜めなの、そもそも座席が全部。 もう、あの、斜めな状態で来てるから、斜めに入って、斜めに座るの。で、今から行くんだと思ってさ、それでは、出発でーす、ね。ガバンみたいになってそう、んーみたいな、あ、後ろみたいな。<laughs> みんな一斉に、え、後ろみたいな声聞かれて <laughs> 後ろ向きに、うんみたいな、進んでさ、ケーブルカーでさ、上まで行ったね。で、それでなんかそこは、アフリ神社っていう、ラーメンのアフリね。アフリっていうラーメン屋さんはそのアフリの山から取ったみたいな名前らしいんだけど。それで、アフリ神社のに着いたの、アフリ神社って神社からスタートするんだけど、うちのコースは。でもう 絶対初心者コースにしようって気持ちたからもうアフレ神社から行って神社に戻ってくるっていうコースにしたわねでもそっからさ行くぜって思ってさスティックさ伸ばしてって歩いたんだけどその時の、えー、最初の一歩の、えー、画像見てくださいこちらです手と足一緒 だから頑張る撮った時なのに、普通にこうやって歩いてからね、<laughs> 勘弁してくださいと思って。それでまあ歩きじゃ歩きじゃよしと思って歩き始めたね、でもさ上級者だからさやばいどうしようと思って、でもさ、前回の遠野だはマジで人いなかったよね。でも今回の大山の登山は人、人、人、めちゃくちゃ心強い。 さんっってて人いるものなんだと思ってさ前回人いなさすぎて本当にもう途方に暮れてたからこんなに人いるんだと思ってさ嬉しくてみんなで一緒に登りましょうみたいな感じだったね。で、みんなと一緒にさ登るわけよ、親もね。で、そしたらまた来るわけよ、階段が。魔の階段が来て。わ、懐かしいこれこれ 思いながらさ、わあ、やばい、ちょっときついわーと思ってさ、登ってたらさ、周りのね、なんか本当に初心者の方がね、まあ。いて、私はまあ、二回目だからさ、それで、その初心者のね、まあ、お姉さん方がね、え、やばい、きついみたいな話したら。そしたら、その中の一人が、多分ちょっと登山得意な方で、大丈,大丈夫、大丈夫みたいな、十五分ぐらいしたら、すごい慣れてくるから。今、きついけど、すぐ投げれるから、大丈夫だよ、みたいな、今、ちょうどきついと思ってました。<laughs> そうなんだ。そういう、他の人の、あの、情報とかも、いい感じにこう仕入れられるから、めちゃくちゃいい、他の人がいると、こんなに。 からゼロみたいな感じでさ、こうやって一周登ってたらさ、あやった休憩所だみたいな、なんかもうちょっとなんかこう休めるスペースベンチみたいな作ってくれてるね。やったーみたいなでみんなそこで休んでるからうちもそこで休んでお茶飲んでお水飲んでチョコとか食べてでもう毎回ね登るのね、よし、ね、また気合入れて登るじゃん。またちょっと登るとまた休憩所みたいなのある。え？ 最高なんですが、前回の地獄の山、休憩所なんてなかったんですけど、こんなに休憩所ってあるもんなの山って。っていうぐらい、ちょっと登ったら、ちょっと休憩、ちょっと登ったら、ちょっと休憩みたいな感じで、めちゃくちゃ休憩スポットあって、え、どんだけ食べるんっていうぐらい、あの、軽食を、ま、めっちゃみんな食べてんの。だから、うちもえなんか食べないと食べるからと思って、みんなと一緒に、まぁまぁみたいな。まあでもね、気抜いたらやばいと思っただって上級者レベルだから、この山は。絶対に気抜いたらいけないと思って、気持ちを握り直してと思って、 もう一回、ね、よしと思ってさ、登った秋を。そしさ、すぐまた救急所あって、あれみたいな。本当に 上級者の山かなと思いながら。まあ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 。でもね、まだこれから多分あるんだろうなと思って、まだ全然これから道長いんだろうと思ってさ、もうみんなだんだんきつくなってきて、駅とかも、みたいな感じになってきたわね。うわ、こっからだ絶対こっからだと思って、もう一生懸命ね、階段を登って、岩を登って、みたいな感じでね、登ってたの。そしたらね、なんかね、山小屋みたいに見えてきたよね。やっと山小屋だと思って、これでなんかこう、メインの休憩スポットだと思ったよね。山小屋着いたら、やった頂上場だーみたいな声聞こえてきて、はい What 上級あの、マじ楽勝だったね。楽勝っていうか、まあ、楽勝ぐらいだったね。勝ぐらいだったんだけど、あの、前回の遠野岳が地獄すぎて、今回の大山が三分の一ぐらいだった本当に。これが遠野岳だとしたら、大変さこれぐらいだっただって、大山の頂上までの時間が、遠野岳の、まだまだあと三分の一ですって言われた時と同じ感じだったね。こんなに 父さんって楽勝で山頂についいいててんでですかと思ってさで山頂にはねなんかいろいろ売ってたのなんかたこ焼きとかカレーとかこんな楽勝に登って食べていいと思えなくてなんか申し訳ないくなっちゃってこれ食べていいんでしょうかと思って食べたものがこちらです。 ラーメン最高カレーとかもう食べれません。私はまだ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 。まだまだなんです。もう3分でできるものでいいんです、私は。もうカップラーメンを食べて、うまい登山の時に食べるものが一番うまいうますぎて、もうあの、本当に仏になってしまいました。仏ミキーだ。あの、マジで登山の時にご飯食べると毎回仏になっちゃうんだよね。あの、前回の遠野岳の時の仏はこちらです。どれだけ過酷だったかわかると思うんですけど、今回の大山はマジ頂上に着くまでに、え もうマジで最初ついたと思わなくて、普通に山小屋だと思った途中の。そしたら、ちょいらったらしくて、みんななんか、おさいみたいなプリンって入れたりしてて、なんか、神社みたいなのあってさ、写真とか撮っちゃってさ、そんな余裕あるんだ、登山って。でも本当に登山、あの、大山も途中きつくて登る時にね、もう四つ足で登ってたの、うちこうやって。手も使って登ってたのね。マジで足がちょっとだんだん、あれ、日頃さ、ほぼさ、引きこもりみたいなさ、感じじゃん。運動量がさ。だから、こうやって登ってたら、横見たら、あの、普通に女の子も一緒にこうやって四つ 最新でた知らない女の子と一緒に四足歩行で歩いてマジでその女の子めちゃくちゃ早いの猿かなっていうぐらい本当に四足歩行早くてマジで競っちゃったもんねそこで体力消耗した説もあるちょっとそんなこんなで町おじょに着いてカップラーメン食べてさ余余裕の余裕の で、帰りさ、降りた時にね、普通だったら階段ばっかりのはずなんだけど、だんだん、あれちょっとなんか険しくないなんかデカめの山とかさ、出てくるわけよ。終わったら危なくなってきて、そしたらね、なんと、親切なことに鎖をご用意してくださってたんです。大山さんは、横に見たら鎖あんのあの握っていいやつ。 いいのみたいな前回の遠野だけの鎖なんかなかったからねもう鎖さ握ってさ絶対落ちないじゃんこれ握ってたらさこれをさ手にしながらえー、登ってる時の調子乗ってる私がこちらです おい、めんなよ。鎖あるからってちょっと調子乗ってるんですよ。本当に。皆さんはあのほんとちゃんと降りてくださいね。慎重に過信しないでください。鎖をで帰り降りてたらだんだん足がね。まあおかしくなってきて、あれみたいな。膝がもう笑ってる。とこかじゃなくて大笑い。あれ揺れてるみたいな地面揺れてるってなって。きて今なんか戻ってきて、駅の階段とかマジで降りれないの？本当にちょっと1回見せるわ。ちょっと待って駅の階段とか今こんな感じだから。 普通に駅降りてる時におじいちゃんと合格だった普通に降りれない全然降りれないよマジでおがしガクガクになってきちゃって降りてる時にヤバいでもあとちょっとで、ね、ロープウェイだあとちょっとでロープウェイだと思いながらさ一生懸命一生懸命降りてそれでなんとかなんとかこうとかなんとかこうとかなんとかこうとかさ降りてたのにそしさらさめっちゃかわいいの。 言ったじゃん行きでさ、ちっちゃい芝ちゃんとちっちゃいダックスちゃんがいるって言ったじゃんそやつらが、みんなね、スリングとかに入ってて、え羨ましい一生ケーブルカーじゃん行きはさ、なんかちょこちょこって歩いてね、飼い主さんにね、ほら行くわよみたいになってさ、もう行きたくないみたいなね、芝剣ちゃんとかこうなってたの。こうやって首輪でこうやって、うん、行きたくないみたいなってって、まあ仕上がないわねみたいな感じでさ、お母さんがさ、なんかさ、バッグにさ、入れててその芝ちゃんをね、う、芝ちゃん。うん。 お前一番いいやんね一生ケーブルカーだよ、そのワンちゃん。で、帰りもね、スリングに入ってて、そのダクスちゃんもスリングに入ってて、羨ましいねえ、めちゃくちゃいいじゃんで、そんな感じでさ、降りてたのね。実際、ね、あることに気づいたの。みんなね、チリンチリンみたいな。熊よけの鈴をリュックにつけてたのね。みんなさ、その熊よけの鈴つけてるからさ、私もつけた方がいいかなと思ったの。でもさ、よく考えてください、皆さん。あの格好で、熊の鈴つけたら、普通に熊に鈴がなるおもちゃだと思われるじゃんだから、やばいこれつけない。 いいと思ってさ、普通つけなかったんだけど、全身ピンクで、で、降りてたらさ、だんだんさ、人がさ、いなくなってきて。うちはね、そのチリンチリンが鳴る人の近くにいたから、もう実質うちも鳴ってるようなもんじゃん。だって、チリンチリンの人前、前にいるから。そのさ、熊よけの鈴の人がどん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 離れて、さ、不安になってきちゃって。早く行かないと、熊のチリンチリンの熊よけの鈴つけてる人たちが、うちがここに歩いてると、どんどんさ、離れてっちゃってさ。あの、一人にされたらさ、危ないでしょ襲われるよね、熊に。だって、熊狩りしたらさ、クニンチリンみたいな、熊の鈴鳴っててさ。あ 人間来たたよみたいなちょっと俺あそこにおいちゃったんだけどさ、まあ、こいつら取りすぎたら行くわみたいな感じで喋ってたんです。で、チニチリのさ、人間たちがいなくなって、よーし、行くわみたいなと言ったらさ、ピンク見つけてさ、あーおもちゃだーだから、本店さ、めちゃくちゃ不安だったんだけど、チニチリの人いなくなった時に、四方八方に。急になんか心細いさっきまでいっぱいしついたのに。カタカタ ってなりながらあの一生懸命降りたんですけど本当に所々にクマ出没注意っていう、ね、看板がねめちゃくちゃ至るところに貼ってあったのどう注意すればいいんですかえこれはちょっとマジで教えてほしいんだけどクマさん出没注意だからさ何を注意どう注意すればいいんですかね私はとりあえずクマ出没注意っていう看板を見るたびにあのスティック握ってる手を ってやりました。気合。マジで来た時はもう本当に申し訳ないけどクマちゃんがもしね、こっちに、ね、敵対して襲ってきたらさ、ほら、正当防衛だからさこちらも、まあ、ある、あ,るありとあやるあらゆるものは使わせていただきますよ、A、こういうものとかね。もうマジでスティックあることによって心の安心感が全然違う。前回はスティックもなかったからさ、あの地獄の山登った時にねあの木のスティックでなんとか対応したんです木の枝で。今回はさ、ちゃんとしたスティックあるからさ、こんなにスティックあると楽なのって全然違うねスティックあるだけで、もうなんか足さ 3本になったかなと思ってでもねそれが危険なポイントがあって1個持ってんだったのが足3本になったかって錯覚するからさ階段降りる時のリズムがわかんなくなってマジで足もつれんの足3本あるからえっとこうしてこうあ、あ <laughs> 気をつけてください。皆さん、足は3本ありません。普通にマジで錯覚して、リズムおかしくなるから気をつけてね、みんな。それでなんとかなんとかこうにかこうにかが帰ってきましたおめでとう普通に3時間かかるコースだったんですけど、4時間かかりました休憩しすぎました休憩箇所という休憩箇所って 全部で座って、うん、うん、でいろんなもの食べてたから、お腹いっぱいになりました。なんか大山ってすごいのがさ、あの、行きと帰りの時にね、なんかお土産屋さんみたいなのがいっぱいあるの。もっと江ノ島みたいな感じなの。ちょっと斜めになってるところにお土産屋さんがいっぱいあるから。ですごい。もうー みたいな感じで見ながら降りてたんですよ。それでなんとか降りて、でもね、カちゃんが見れなかったの。それだけでも、ワンちゃんが見れたからいい。帰りのケーブルカー並んでる時も、後ろにね、ダックスちゃんがいて、おじさんの飼い主さんだったんだけど、バッグにね、ダックスちゃん入れて、今からもうケーブルカー乗るからさ、顔までさ、袋の中に入れなきゃいけないよ、ね、<laughs> そしたらもうメッシュの間からさ、ダックスちゃんがこと <laughs> めっちゃ暴れてて、あれてて、あ <laughs>、 <タッ>さっきまでおとなしかったのにバックの中だとめちゃくちゃあまれめちゃくちゃ嫌なんだろうね景色見たいよねそうだよね一番楽しいものケーブルカーがねかわいい思ってめちゃくちゃ癒されましたなんとか2つの山制覇でーす マジで最高でした。まあ、あとにかく足は、まあ、いつでも通り使い物にならなくなったんですけれども。まあ、それはいいってしようかうん、うん。で、もう肝心の大山ですね。1200メートルなんですけれども、中級者、上級者レベルとかって書いてありましたけれども、訂正させてください。大山はもう初級レベルです。前回登った遠野岳は、地獄絵面エンマ様は鼻水涙レベルです。なので、皆さん誤解しないでください。大山はもうみんなぜひぜひ、ね、登ってください。あのお土産とかもあるし。まあ、ちょっとね、階段も ちょっとあるからちょっときついかもしれないけど景色もめっちゃ良かったしでさなんかおじさんたちがさ「ああれはねい江の島だよ」とか「ああそこほら見えるなあ江の島上だ」とか言ってたからさ「へえ」みたいなマジでいろんな知識いただける。<laughs> なるほどね。景色もめちゃくちゃ見れるし、大山もお土産もあるからね。本当に前回の遠野岳登りたい人は、本当にドヤムの足、足が本当に5本ぐらいあるっていう、自信がある人はもうぜひ登ってください。ほんと覚悟を持っても登ってくださいね。ね登った後に私に、ね、あの本当に緊急の電話しないでくださいね。本当にそれだけは頼みます。ということで。あ、楽しかった、本当に。あの、本当に山の登り方ちゃんと調べてさ、大きな一歩より小さな一歩っていうからさ、ちゃんと小さな一歩刻んできたよ。最最高まああとにかくそんな感じであの最後で ですね。まあちょっと今思い出したんだけど、そういえば、あの、ご飯屋さんで、うちがね、カップラーメン食べた時に、あの、食べ終わって、そのお店で食べたご飯を、ゴみは捨てられるんだけど、それ以外のごみは捨てちゃダメって知らなかったね。それで、そこのカップラーメンのごみのとこに、チョコのごみもね、一緒に捨てようとしたら、そのお店のおばさんに、ごみ捨てたらダメよみたいな感じで言われたんだけど、私が、ごみ捨てたらダメよみたいな感じで言ったら、真似したねー。まあこれぐらいはいいわよ。優しい。 大きなビッグラブを捧げます最高でした <laughs> また私が山登り行ったら皆さんにご報告したいと思いますということで前回の地獄の山の動画もぜひ見てくださいそれでは足が回復するまでアディオくチャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしく チャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしく